皆さん、こんにちは。さあ、いよいよあさって2月17日の日曜日、チャンプスタジアムでレースがあります。そしてね、今回私はモディファイド 4WD、 こちらの YZ4SF でなんと一番速いクラスのレースに参加してみたいと思います。今までね、タミチャレ 4WD でね、 DB01 でタミチャレクラスのね、一番遅いバギーのね、レースに出ていたんですけれども、一番遅いクラスからね、一番速いクラスのレースにね、出るという、そういう形になっております。で、このね、モディファイドの 4WD クラスにだけエントリーして出たいと思います。だいぶね、そつなくね、走れるようになってきてるんで、まあ人の迷惑にならないで走れるかなって感じには、なってきてるんでね、そうですね。ではね、目標なんですけれども、まずこの 4WD モディファイドのクラスはもうまさにチャンプで誰が最速 なのかをね、決めるカテゴリーなので、とんでもない人たちがたくさん出るわけです。言い訳です。最初からめっちゃ速い人たちがたくさん出て、普段はね、モディファイドで走ってなくてね、ニックとかでね、走ってる方がね、モディファイドでも走ったりするんでね、もうね、すごいことになると思います。本当に達人だらけがね、エントリーしてる人のね、名前とかを見たけどね、もうそれはすごい顔ぶれが並んでるんでね、もうとてもじゃないけど太刀打ちできる相手じゃないんでね、まずは自分がね、今のね、チャンプスタジアムのモディファイド 4WD のクラスでどれくらいの位置にいるのかっていうのを知るためのね、レースにしてみたいと思います。このね、 YZ4SF も12月の終わりに買ったのかな。で、1月の初めか12月の終わりぐらいから走り始めてるんで、ちょうどね、1ヶ月半ぐらいかな。これをちょうど1ヶ月半って変な表現だけど、ちょうど1ヶ月半くらいね、モディファイドを今走り始めて1ヶ月半くらい経ちました。なのでね、まだまだね、下手くそです。まだまだ下手くそなんでね、とてもじゃないけど A メインなんて無理なんで、とにかくね、全体の中でね、どれくらいにいるのかなっていうのをね、知るためのレースにしたいと思います。明日チャンプスタジアムに練習に行きますけれども、もうね、マシン壊さないように本当にね、流すだけの練習にして、たくさん走らないでね、で、本番も本当にドライブみたいな感じで流す感じ、本番もね、攻めた走りとかをね、しないようにします。そしてね、予選がね、3回あって、そのうちの2回が有効タイムなのでね、予選2回はね、しっかりと走り切らないとタイムが残せませんので、今のところね、自分出たレースね、チャンプスタジアムで予選3回のうち1回しか完走してなかったりとか、そういうのがね、多いんで、ちゃんとね、予選3回のうち2回ね、マシントラブルなく完走できるようにね、しっかりとね、してみたいと思います。無理なジャンプとかをしてね、前は DB01 がね、ギアパーツとかがこのギアボックスから壊れてリタイアしたり、後ろのね、ターンバックルみたいなのが取れてね、リタイアしたりとか、そういうのがあったんでね、今回はね、トラブルなく予選3回のうち2回しっかりと完走できるように、まあね、自分のレベルだとまだね、せめて予選を走ることはね、できないんで、いつも通りよりもゆっくりな感じで流してね、予選をなんとか無事終えて、そして本戦もしっかりと完走できるように走り切りたいと思います。さあ、それではね、セッティングね、
セッティングを少しね話したいと思います。まずタイヤはねエレクトロン、もう多分エレクトロン一択になると思うんで、エレクトロンかちょっと使ったパンサーがいいのかなとは思うんですけど、まあ大体エレクトロンの一択だと思うんでエレクトロンです、タイヤ。そしてフロントのスプリングはヨコモのオレンジかな、オレンジ、まあタミヤのバネでいうと黄色くらいのミディアムの硬さのバネですね。でリアのバネは前回の動画で紹介したチャンプの達人の方が手作りじゃないやチャンプの達人の方が個人で作ったスプリング、めっちゃいいですよ。これはねこうやってねタイヤが設置した時に上のたくさん巻いてあるところがこう沈み切ってるのがいいそうです。でねコーナーでねこうやってバネが伸びた時にねこうすごいロールしやすくなる、柔らかいバネになるというね、すごくねいいスプリングね。オフロードのねオフロードでまだこういうスプリングはねないらしいんでね、あの達人がねだからないからね自ら作ろうということで、自らすごいっすよね、自ら作ってこう商品化してね売るっていうのがね、これはもう固定っす、自分超走りやすくなったんで、これをねつけたらもう一回つけたらもう手放せない。 TA07 のフロント寄りにモーターを置いたのと同じぐらいの同じかそれ以上の感動かな。もう一回味わってしまったらもうそこから動かせないみたいなね、そういったすごいねスプリングです。オイルはダンパーのオイルはフロントがいくつだったかな、 32.5 かな、でリアが 27.5 かなのオイルです。まあタミヤとかのオイルの番手でいうとフロントが350でリアが300とかそんぐらいのあれかな、タミヤの番手というかそういう番手でいうとね、うん、っていう感じです。でモーターは 6.5 ターンのオリオン、進化は10度、ターボは、20度です。ね、あのシュバリエトレースも2個付けで2個つけてます、ね、これをつけるとねこのねサーボの、ね、動作が安定するというね、結構ねチャンプでもね流行ってきててね、これつけてる人ね結構達人の方とかでもねいますよ、うん。あとのセッティングは、まあ、スリッパークラッチはちょっときつめかな、うん、ガンジメじゃないですよ、うん、ちょっとこうちょっと動くぐらい。あとはなんかセッティングってある、あとなんかあのまあ設置した時に若干のトーアウトとかフロントが、うん、本当に若干ですけどね、うん。あでリアのこのトーインは4度ね、ヨコモのはねこのねブッシュをね前と後ろにブッシュを入れるところがあるんですけど、このねブッシュの付け替えでねこの四角いやつね簡単にねトーインとかもね角度を変えられるんで、めっちゃいいっすよ YZ4SF。フロントのギアデフのオイルは1万番、リアのギアデフのオイルは5000番。フロントの方がね、重めのギアデフになって、リアが巻かないようにね、セッティングしてあります。フロントがこう引っ張ってくれてね、自分はその方が走りやすくなって、そういうセッティングにね、してあります。あとは？あとはセッティングってある？ダンパーの位置？ダンパーの位置はサスアームの一番内側にして、このねリバウンドをこう増やしてあるんですよね。自分はこうリバウンドが増やすとすっごい走りやすくなったんで、リバウンドに増やしてます。フロントもねダンパー位置はね一番内側で、上のダンパー位置はフロントは真ん中で、リアは一番外側、まあ、これはね DB01 に寄せてあるんですけどね、このダンパーの幅はね DB01 がすごい走りやすいんでね、その DB01 に寄せてあります。あとはあとセッティングって何かあるえ、こんなもんですかね。プロポの設定は、スロットルカーブはもうゼロでやってます。達人がねゼロがいいよって言ってね、やっとゼロでできるようになりました、スロットルカーブね。でステアリングカーブはマイナス17か20くらいにしてあるかな、うん、そんな感じですかね、うん。まあ、今回はねその感じでいきたいと思います、まあ、YZ4 持ってる人の中の知ってる人の中のセッティングでいうと、このブッシュの穴が上中下って選べるけど、は中です、
後ろの後ろが中、後ろの前も中、フロントはどうだったかな、フロントもどうだったか、フロントも中かな、フロントも中ですね、中中高さね、ブッシュのこの選べる高さ、このサスアームのこの高さを変えることができるんですけどね、真ん中にしてあると思います。うん、確か、うん、こんな感じですかね。あとはね、ほんと壊さないようにね走り切りたいと思います。うん、楽しみですね。うん、楽しみ。まあ、多分本当にね、下から一番ビリの可能性もね本当に高いと思います。一番ビリの可能性もあるし、まあ、下から数えた方がきっとね早いと思いますけれども、それでもねこの一番早いカテゴリーのねモディファイド 4WD にねが好きなんでね、この一番早いラジコンがやっぱ好きになんでこのクラスに出てね揉まれてまいりたいと思います。そして今回の目標じゃなくて今年の目標ね、今年の目標、2ヶ月おきにレースがあるんで、今年の目標は1回、本当に今年の終わりくらいに1回 A メインに入ること、A メインに1回でもいいから入ること、だからもうチャンプのベスト10の中に入るってことですよね。一番速いカテゴリーのマシンの中の A メインに入るってことはチャンプで10本の指に入ったってことですからね、速さが。だから今年には A メインに入ってチャンプで10本の指に入る速さになることでですね、今年の目標は。で来年はその今度はベスト7とか8とか6とか A 面の中のちょっとずつ上位に食い込めるようになってきて、で再来年3年目にもうちょっとで表彰台っていうところまで行って、で4年目になんかなんとか3位に入れたとかね、1年のうちに1回でもね、なんとかまさか2位になったとかね、1年のうちに1回でもね、4年目にね、4年目ですよ。だからね、まさにね今からオリンピックを目指すみたいな感じでね、4年後を見据えてね頑張っていきたいと思います。なのでね、視聴者の皆さんはね、ちょっとやきもきするかもしれませんけれども、私またこの一番最速のカテゴリーに行ったんで、また一番こう下まで下がってしまうような感じになるんでね、順位がまたねこうやってね上がっていく様をね楽しみにしていてください。頑張ってねこれからも練習していくんでね。さあそんな感じでね、明日ねチャンプに練習に行って、明日の16日に練習に行って、そして2月の17日日曜日、いよいよねモディファイドのレース頑張っていきたいと思います。ではね皆さんよろしくお願いします。それではさようなら、頑張ります。